Go next. Go next. 今日は8月23日月曜日の夜。月曜の朝、こっちは。月曜の朝ね。うん。オフィシャリー、本当の今、オフシーズンになりましたね。そうですね、うん。なんか静かになったね。もう話題がナッシング。うん。いやだから今日は本当に今日は多分本当にその3時間とかもうやめましょう。ほんまに今日はだからできないよ、3時間も喋ることないもん。いやいや、そん今日は本当にそういうこと言ってるけどね、もう30分これ録画する前にゴルフの話してるからね。誰悩んでんの？誰？俺じゃないっしょ。私でございます。それは認めます。私です。私が振った話題でした、ね、オフシーズンはだからゴルフの話でいいんじゃないか、半分ぐらい。いや全然いいと思う。だってこれもうカルチャーポッドキャストじゃん。だってうん、うん、NYK ってとこなんかリクとゴルフスイング再建プログラム。いや再建中やからね。そ今はね、そんなに壊れてたんすかって言われるけど。ああもういやでも本当ね、好きあればもうゴルフのネタちょいちょい出しますから、うん、ここはもう宗太郎さんが。多分ね、俺再建民はねゴルファーいると思うよ。いるでしょう。いるいる。だって NBA 選手あんなゴルフやってんだもんみんな。うん。ゴルフで言ったらだってほら似てるもんね。似てる。それで言ったらほら、うん、JR スミスさほらゴルフ部入るって話あったじゃん。ねえ。あれどうなんだろう。あれ許可降りたんかな。どうなんだろうね。ねえ。でもうまいからね彼。めっちゃうまいね。ほぼプロだよねあれね。ほぼプロだし、うん、もしなんかこの辺で JR がトーナメントするとかってなったら、うん、俺普通に行きたいもん。いやしかもさギャラリーでついて回れるからね18ホール。うん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 、めっちゃ近くで見れるよ。いや JR 見てえわ、ね、てか勉強したい。再建プロジェクト、ね、スイング再建プロジェクトしてる俺にとっては、うん、これ貴重なあれかもしれない。逆にバスケよりゴルフの方が教えてくれんじゃない JR。 いや今はもう完全に彼そういうモード入ってるもんね。うん、でもなんか俺すごい意外だった。 JR そういう道行くんだっていうのはなんかクリエイティブですよね。うん、なんか今まで一個もないじゃんそのパターン。なかったね意外とね、うん、そうそう。だから俺すごいいいなと思った。うんうんね、そうだね。ちょっとじゃあ一応ね、うん、今日は短めのエピソードということなので。そうですね。うん、タイマーをかけます。前置きはもう30分だけ、うん、そうね、だって初めて作った時さ30分で終わらそうって言ってたんでね。30分も喋れないからっていう話してたんで、ね、そうだよね、うん、YouTube 24分とか YouTube って長いのダメらしいよとかそういう会話してたじゃんうちら。そうそうそう、うん、24分いや48分は長いよねみたいな。聞かない聞かないから20、そんな聞かないよ。誰が聞くのこんな話って言ってた。うん、今なんか2時間とか半とか喋ってないとやる気がないみたいに怒られちゃうから。怒られるからね。ちゃんとやってくださいみたいな。何カン君モードに入ってるんですか。怒られる。ワン、ツー、スリーカンクーンで俺たちはサマーリーグさっさと負けて。そうっすよもう。いやでもなんで話題がないかっていうと今だからフリー FA ももう本当にもうみんな予算使い切っちゃったかもう契約バンバンしちゃって、今週ってほぼその、選手たちはオフだけどそのフロントオフィスのね GM とか重役とかもうそういう人たちが今までは働いてたね。だけどそういう人たちが今実はオフ取ってるから、記者の人たちも今オフ取ってることが多いからみんなオフモードの時はニュースがやっぱね
少ないし、もうお金も予算も占めちゃったチームがほとんど多いから、うん、あのほとんど何もないんじゃないかな。 うちらで言ったら、うん、まあすぐに出てこないとは思うけど、あるとしたら、なんだろう、みっちゃんの契約しましたよとかそういうぐらいじゃない、あるとしたらね、ないと思うけど。契約延長ね、うん、なんかね、でもどっかで、うん、あのあれでしょ、ジャネティ・マクリーとかが言ってた、うん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 、でもどっかでね、うん、もう8月1日の時点で延長してなかったらもう来年の夏まで待たないといけないかもみたいなことも言ってたから、うん、それはちょっと、うん、まあ、マックリーの言うこと聞くか、うん、こっちかっていう話だけど、うん、どっちかは。ジャナサン・マックリーはすごい俺好きで聞いてんだけど、あの回数う、うん、うめちゃくちゃ打つじゃん彼、うんうん、ね、もうなんかあのライブもやるし、プラットフォームも変えて、なんかあのチャットもやるし、うん、すごいよねあの人はね。もうフルタイムフル活動だよね。しかもオフなのにめちゃくちゃやってるもんね。ちょっとそこまでしなくてもいいよって、そう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 、アドバイスしたくなるよね、うん、あのすごいボリュームシューターですね、うん、なんかもう月水金ぐらいでやってるよねあの人ね、うん、うん、で多分違うメディアなんていうの、書く方もやってるし、そうそう、うん、まあ頑張り屋なんでしょうけど、頑張り屋さんですねあの人は、うん、でもちょいちょいなんかあのもう一人の候補ストが、うん、バケーションどうとかって聞いたりすると、そうそう、うん、バケーションって何みたいな、ちょっとダークになる時ありますよ。ちょっとそうなんだ、たまにちょっとなんか、うん、あのその話題行きたくないみたいな空気流す時あるよね、なんかあるね、なんか、うんうん、俺はもう仕事ノンストップでやってるんだ、そうそう、感を出しちゃって、あんまりなんかこうすっごいハードワーカーなんだろうね彼ね。そうだね、うん、もっとでも楽しんでほしい、そこまでストレスためてやるもんじゃないから、うんうん、あとさ、あのお子さんとかすごい乱入するじゃんあの人。はい、だからさ、ね、あのそこまで必死に別にやんなくていいんじゃねって思うんだよね、なんか、ね、思うね、うん、特に今だからさっきも言ったようにオフだから、うん、そうみんなオフ取ってる時だから、みんなオフだからね今、うん、俺たちも今週本当は休まなきゃいけないと思う多分。そうね、うん、働きすぎだって、ね、俺ら、あ働きすぎかは分かんないけど。でもなんかちょっとみんな夏休み中だったりとかするじゃん、学生くんたちとかさ、はい、うん、休みだからいっぱい聞いてくれるかなと思ってなんかやりたくなっちゃうっていうのもあるんだよね。そうね、でなんだかんだ言ってなんかいつもいや今日今週はもう喋ることないねとか言っても普通に 2,3 時間喋るから、うん、そうね、だからなんか、うん、スキップする、うん、なんだろう、絶対話すことはあるもんね NBA の世界は。あるある、だってほらなんだっけ、スケジュール発表されたでしょ。はいはいはい、あれ俺びっくりしたんだけどさ、ニックス、うん、何全国放送が27試合かなんかあんの。当然でしょ。ちょっと何びっくりしてるんですか。いやいや、去年めっちゃ虐げられてたやん俺ら。いや去年と今年一緒にしたらあかんよこれだ、危ないパターンだってマジ。まあね、うん、期待値すんげえ上がっちゃってるもん今。確かに、うん、なんかプレーオフは出て当たり前みたいな風になってるけど、うんうん、そう、ちょっと待ってください、うん、まだニックスよ、そう言うても。そうなの、そうなの、あんまりなんか生まれ変わっちゃったみたいな、あの思い込み激しいと痛い目合うよね。ね、うん、そんななんかいらないプレッシャー必要じゃないんですよ、ニックスは。本当にあのもっと泥臭くあのバカにされながらこうちゃんとやってますよっていうのを証明することで精一杯なはずなのよ今シーズンもまだ。うん。うん、27試合か、全国放送かな、びっくりしちゃった。まあ
ね、ニューヨークマーケットですから。でもちょっと強くなっただけで、うん、今までケチョンケチョンに笑い物にしてるじゃん去年もね、してましたね、はい、あのネタとしてやってんのかなぐらいやってるじゃん。うん、まあ、うん、ネタなんだろうけどね、多分なんか子供用の映画でも、あ、バカにされてたもんね。そうそう、ソウルやったっけ、うん、あとあのレブロンのやつでも、スペースジャム2でも、うん、でもなんかちょっとバカにされてたらしいよ。だからなんかニックスディスルはもう誰でも踏みつけていい相手だみたいにメディアが多分思ってんだろうね。思ってただろうし、うん、なんかそれの方が心地よい。え、それダメじゃね？私はそれでいいと思う。期待値低ければ低いほど。期待値低いのはいいけど、なんかあのせめて普通の扱いされたい俺は。あのなんか すごいっすねみたいなのはいらないけど、なんかクソだなって言われ続けるのはちょっとなんか悲しいから、あの普通になりたい。せめて普通は難しいよ、ニューヨークのチーム。そうなんだよね。だってほらこれでさ、ちょっと4位にたまたまなっただけでさ、うん、あれでしょ、27試合とかさ、全国放映とか。 ESPN だって2週間ぐらい前まで笑い物にしてた球団で、毎回笑いネタにとして使ってたのにさ、なんでいきなり全国ネットそんな組んじゃうのみたいに思わない？全然思わない。もう普通に全国放送はもうバンバン出していいと思う。ニューヨークやし、アトランタより多いのかな。ああそれは分からん、うん、でもまあそのクリスマスマッチアップも楽しみですよ ね。力入れるならアトランタじゃね。だって決勝まで行ってんだから。その放送側よ、放送側。ああ放送側ね、うん、放送側が普通に考えたらね、うん、まあまあ楽しいチームやもんね、うん、若い、これからどんどん強くなっていきそうな。トレイとかじゃない？うん、うん、怖い怖い、本当に怖い怖い怖いよ。これは落とし穴、ロケット弾、うん、ちょっと匂ってきますよね。ね、去年の、去年ほらシーズンの試合がちょっとだいぶ少なかったじゃない、うん、普段より。だ82試合に換算した場合の俺たちの勝ち数ってなんだっけな、40.5 ぐらいじゃなかった。いやいや47か50ぐらいに値するっていうのが出てたのよ、うんうんうん、えって結構いいチームだよね、それって。でもいやめっちゃいいチームでしょ。まあ天井は50かもね、うん、今年の天井50かな、今年の、うん、2013年のチームに比べたらやっぱタレントレベルは少し足りてないから、うん、もちろん未来の明るさは全然あの時に比べて高いけど、今シーズンだけっていうのを見ると、うん、あのチームいくらやったっけ、50ちょっといきましたよね、54ぐらいやったかな、うん、そんなにもいってないかも、うんうん、覚えてないけど、それぐらい。そこまでもまだいってないです。だから来シーズン、うん、その次のシーズンぐらいじゃないかなと思うんで、ね、ああデームが来た時、うん、やっぱりうちらはサインエンドトレードで大物が来るその図式にこう全部のサラリーを調整今してるじゃない。はい、デームなのかビールなのか、うん、ベンシモは？いや俺選手としては好きなのよ、すごい、うん、でもまあね、ディフェンスめっちゃうまいしね、うん、5番やってくれんだったらいいな、うん、うん、あんま噂ないけど、うん、Why not? みたいなね。 Why not? え、誰あげなきゃいけないの？
まあそれによりますよね、うん、そうよ。だ今多分来る来ない関係なしにね、うん、多分その、契約の状況とその契約の大きさとそのスターレベルでどうしても名前が上がっちゃうのはデイム、ビール、あとは、誰だっけ、ベンシモ、ベンシモ、もう、誰に照準合わせてるって話だったんだっけ。まあ CJ も一応、うん、とかそんな感じだよね。で、うん、とりあえずエンビードニックスの話は結構ずっとあるから、エンビードはでも契約上その次の年かな、今延長しちゃったもんね。延長したからこっから6年間は一応結んでるけど、うんうん、でもあれでしょ、サイン&トレードの話でしょ。サイン&トレード、でもサイン&トレードって毎年毎年結構あれ厳しいんだよね、ハードキャップとされちゃうんだよね多分。まあね、うん、But all you need is one。 ニックスはその1個を狙ってるから、うん、まあラビーンとか、あ、そうだ、ラビーン、うんうん、だから現実的に今シーズンじゃなくて来シーズン、落ちるドミノとしては可能性よ、来るとか来ないとかじゃなくて、うん、デイム、ビール、ラビーンの3人が多分一番有力候補じゃない、うんうん、もうオフェンス好きやな、なんかノーディフェンスでいいと思ってるんでしょうかね。でもやっぱティブスのあん中入ったらノーディフェンスの人もやんないといけなくなっちゃうんじゃない。そうね、うん、そうだからなんか今回ちょっと話変わりますけど、うんうん、ケンバと、フォーニエが入ってきてだいぶディフェンス落ちるんじゃないかって言われてるけど、うん、プラマイで考えると、うん、彼らのオフェンスのクラスの方がうちの、あ、ディフェンスのマイナスよりも、うん、こうネットで考えるとプラスなような気がするんですよね、うん、チームディフェンスやから。でティブスはなぜかわからないけど、例えばジュリアスとか今まではマイナスディフェンダーやったのに、うん、彼のことをすごいうまくね使って、うん、OB かて、うん、もう NBA で一番下手なディフェンダーになるんじゃないかって言われてたのに、うん、ちょっとずつ上手くなっていってるし、なんかそのシステムが、うん、教えるのが上手なんでしょうね、うん、ティブスのコーチングスタッフが。そうかもしれないね。最低限のことは絶対やろうっていうことをやらないと絶対出さないみたいなことをこうきっぱり言える、ね、数少ないコーチだから、やっぱりどんなにやらない人でも最低限のことは絶対やっとかないと出させてもらえないっていう感じにはなるんじゃない、やっぱり、うん、そうですよね、うん、だからまあ今回ローズとかケンバのプレーを見て、うん、全然大丈夫そうじゃんって思ったら、デームとかビールとかラビーンが来てもそんなになんか外のディフェンスのこと心配しなくてもいいのかなっていう、今回はプレビューかも。ディフェンスさ、ソータロさん嫌いなんだよな、ラビンのディフェンス。ラ、うん、頑張ってたじゃんオリンピック、すごい、うん、でもなんか反応しすぎちゃったりとか、あの開きすぎちゃったりとか、あとそのスイッチするしないのルールがもう雑っていうかさ、そのもう勝手にしちゃうじゃん、あれドレーモンドが全部ね、ああ、はいはい、あ、勝手にしたのね、はい、じゃあこっち、ああしないのね、じゃあはいこっちとかって、どっちなんだお前、あ、はい、じゃあこっちつってさ、あいつ何でも分かってやってくれるからいいけど、あれ本当マジでちゃんとなんか やってくれないと、あれ本当ケアできないよあれ。まあ決してうまくはないですけど決してうまくはないですけど、うん、
だからそのために、うん、多分中をちゃんと固めるそうだよねことが大事なんだろうね。だそう考えるとやっぱみっちゃんみっちゃんなんだな。みっちゃんの存在でかいんだけどな。まあシムズはいいバックアッププランですけど、うん、まずはみっちゃんの、うんうん、なんとかね安めのコントラクトで結びたいけどね、うん、みっちゃんどうなんだろう。どんぐらい求めてくるかにもよるよね。みっちゃんのそれによってさその、うん、次の年のそのビッグドミノがそれこそラビーンにたどり着くかたどり着かないかもあるからね。あるね、うん、この前あれじゃんあのロブ・ウィリアムズが契約延長したじゃないですか、うんうん、いくらだっけ54とかだったっけ今ちょっと調べてるけどそれ基準になってくる可能性あるよね。まあそれよりは欲しがるかなやっぱり、うんうんうん54で4年ねだから1年13ちょっと、うん、もっとね、リクエストするな。なるよね。で、RJ も更新しなきゃいけないんじゃない？もうちょっとしたら、うん。そうですね。それだって、RJ の評価は本当に分かんないね。本当に難しい。むずいね。難しい。まあ、彼の場合、シュートできるかできないか、できることはもう分かってるじゃないですか。うんうんうん、ディフェンスすごい頑張るし。でゴリゴリオフェンスあとはまあシュートがどれぐらいできるか、うん、多分彼はそんなドリブルはうまくならないと思う、うん、一生そのスムーズじゃん一生いやプレイヤータイプとして彼そんなシフティーじゃないからまあねあの、うん、いきなりゼロからドリブルから始めてやべえすげえ何度の動きってはならないと思うよならない、うん、だって今までで、うん、あの選手入ってきた時ドリブルゼロだったのに、うんまあ、ある種ゼロではないかゼロではないけど、うん、ガタガタやったのに、もう今やもうシフトボタンよっていう人はあんまいないからね、うん、だからそのだからおひどいっていう感じじゃなくてめっちゃうまくはなると思うけどじゃあそれで、うんあのもう全員いなくなるからどうぞとはならないよね。そう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 。うん、ピースだからね彼。そうそうそう。センターのそのど真ん中の選手っていうよりかはそのそのど真ん中の選手をサポートする役っていう風に僕は見てる。でも多分ダンカン・ロビンソンの契約より欲しがるかな。まあ欲しがるでしょうね、うん、あとまあシュートがどれぐらいあれが去年の、うんうん、去年が本物やったのかそれともだってね25回連続で外したりしてたじゃないですか最初の頃今年本当あのどう化けるかいやマジでめっちゃ化けてほしいけどどう化けるかによって、うん、そのその次の年のその大物取りがいけるかいけないかの予算組が決まってくるからね本当にそうですね、うん、ただ一つ言えるのはまあ制限付き FA やしニックスはそういうところで、うん、あんまケチらないとは思うから、うん、でもランドルの契約めちゃくちゃさ割引してくれたわけじゃんはっきり言ってまあね、まあまあ割引してくれたのか、うん、そのリスクを取りたくなかったのかは分かんないけど、うんまあ、でもさそのうちとしてはまあ得したかなっていう感じはします。得したよ、得したよ。うん、だってその、ビール、ラビーン、デイムへの可能性を絶対考えて引いたわけだから、うん、絶対話し合ったわけじゃん、うん、球団と。うんうん。どこ行くのってかもう球団がここ行きますもうビールかラビーンかデイム絶対行きますねあなたにプラスオンでつけますって言ってるから合意してるわけじゃん絶対うん、うん、でも俺が
やっぱ気になったのは、これマクリーも言ってたけど、じゃあ RJ がいきなりあのねチームの中心選手でね、今ミスターニューヨークっぽくなってるジュリアス・ランドルの契約よりもでかい契約をいきなり俺がっつってもらいに行くのかっていうのあるよね。まあそうね、うん、去年はチームがいい感じやったからあれやけど、うん、2年前のこと考えると RJ とランドルってちょっとバチバチやったもんね、うん、ちょっと嫉妬と、ね、でまたほら、うん、タイプ被ってたりもするじゃん、 なんか昔はね、うん、だからさどう出んのかなみたいなのあるよね、本当に、うん、あるね、うん、まあWe'll wait and see. あと8分ですけど。そう。え、うん、マジで、うん、?7 分半。俺が話し投げってことだな。いやいや、そんな一人で全然責任取らなくて大丈夫です。We're a team, man. そうそう。いや、だからこそ、だからこそ、やっぱりそういう次の次のシーズンの大物を今予算組、今からもう 2シーズン前から してる状況で、今シーズン対するその勝負の時じゃないわけじゃん、今まだ積み上げの時期にその勝手に注目どんどんこう期待値上げちゃって、なんかそれがさも失敗かのように思われるっていうのはそもそもの俺たちのタイムラインと合ってないから、別にそのガンガンっていかなくていいよっていうことが言いたい、うん、うん、そうですね、そう。そういうのはもうブルーズに任せましょう。ブルーズはもう行かないと、ね、ブルーズは行かないと、だってもうラビンいなくなっちゃうからね、うん、うん、Win now Win now ですよ、もうブルーズはもうプレーオフがっつり出ないと、ラビンさよならだから、うん、その話でちょっと思い出しましたけど、うんうん、FA、うん、まあ一応終わった終わったというか、うん、静かになったけど、うん、まだいるんですよね、実は。そうそう、残された人たちがいるのよ。で、俺ほら、さっきツイート、やべえ、また、どっか行っちゃったよ。主な、まだ残ってる人リストみたいんで、はい。レディック、はい。あと誰だっけな。レディック、あるかね。マルカネン、デマーケス・カズンズ、それこそフランキー、フランキーほんまにそのリスト載ってた、それとも載ってた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 よ、オッケー、何人ぐらいのリストですか、それとね10人ぐらいいたよ、ちょっと待ってね、マジで10人の中に入ってたやん、入ってた入ってた、びっくりした、かわいいかわいい、しかもねもっとびっくりするのが、もう一人入ってたのよ、うん、あれ DSJ 入ってたの、それ入れると思ったけど入ってたのよ、タイポタイポかなまあまあ長いよ名前タイポにしちゃう ツイートって本当一回なくすとさ出てこないよね、じゃあちょっと待ってる間に、待ってる間なんかちょっと話しといて、あれよ、トレーニングキャンプロスターに MJ ウォーカー入りました、あ入ったね入ったねそうそう、あれって契約なの、まあ、トレーニングキャンプ契約なの、うん、トレーニングキャンプは20人まで呼んでいいから、うん、はい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 、うん、でもまあ多分ファイナルロスターには入らないだろうなっていう、うん、まあだからあれだよね、練習相手チームって感じだよね、うん、うん、だから他のチームにピックアップされなかったらラッキーなんですけどね、うん、あの MJ ウォーカーもアミア・シムズもポテンシャルある選手やと思うから、うん、アミア・シムズもあれ、そのトレーニング合宿、多分ね、うん、契約、うん、で結局ドウェイン・ベーコンも保証されてない
契約やから。そっか、じゃあ、まあ、あのあれみたいになるのか、マイクル・キッギルキュースみたいに。そうそうそう、この前の去年のね。ちょっと俺ネットで調べるわ、なんかツイッターで出てこない、ほんと出てこないな、ツイッター。あれさっき探したんじゃないの？いや、さっき探したんだけど、またなくなっちゃって。スクショしといてくださいよ。すいませんすいません でもあれやな、 JJ はなんかポッドキャストで、最初、まあ、彼もお金はには困らないぐらいお金はね、まあ、あれだから、まあ、あとは優勝するのみじゃないですか、彼の場合だから、多分そのシーズンが始まる頃までにサインすることはないかなって本人が言ってたから。あ、そうね、だから12月とかの、そうですね、バイアウトぐらいの時期にどっか優勝しそうなところは、ネッツとか行ったらもうあれやな。いやー、はい、いいんじゃない。だってそもそもネッツとか行きたいって言ってたじゃん、家族に近いからっつって。行きそうやな、なんか行きそうだよね。うん、すごい長いリストが出てきた。ラマーケス・オールドリッジ、コスタス・アデトクンポ、アーロン・ベインズ、ジョーダン・ベル、ビズ・マック・ビアンボ、エイブリー・ブラッリー、ブルーノ・カボロコ、カボクロ、デヴァンテ・コック、ケイコック、マーキース・クリス、クイン・クック、デマーケス・カズンズ、エッド・デイヴィス、ジェレッド・ダッドリー。ジェレッド・ダッドリーあれだね、入んないね、友人枠で。友人枠入りそうやけどね。入りそうだけどね、本当に。いろんなね、ホテルとかの予約入れたりとかいろいろ大変だから。ダンテ・エクサム、エクサムいいよね。オーストラリアで時よかったよね。そうそう、ジェレッド・ハーパー、あれで株上がったはずだけどね、珍しいね、イリア・ソバ、マイルズ・レナル、ちょっと厳しいだろうな今、ニコマニオン、ラリー・マーケネン。ニコマニオン、イタリアに行きましたよ、あ、行ったか。じゃあこれちょっと古いのか。カレブ・マーティン、マーチン、双子、ウェズリー・マッティウス、パトリック・マコー、マコーは優勝したいチームがピックアップした方がいいんじゃないですか、お守りのため。フランク・ニルキーナ、シオ・ピンセン。シオはあれですよね、バックスの 2A 選手になったんだね。なっちゃいましたよ。まあまあ、ちょっとこれ、JJ レディック、オースティン・リバーズ。おお、また、オースティン。オースティン、デンバーとミニマム契約またしなかったっけ。あ、じゃあこれ古いのか。いや、わかんない。したような気がする。結構、初めの方に。でも、あ、確かなんかニュース出てたね。それで言ったらね。うん。そんな感じかな。OK。もう。まあまあ。だから、そういうちょっとしたナインスマンぐらいのサイニングはもしかしたらあるかもね。まあフランキーと同じ扱い。まあそれでね、ベンチ入ってまた1分とかしか出ないのもね、それはそれでね、悲しいけど、どうなんだろうね。そこにでもいた方がいいのか、そのしっかりしたプレータイムをね求めた方が選手としていいのか、難しいとこだね、やっぱね、そこはね。難しいな、でもなんか、だからさっき言ったニコマニオンとか、確かね、イタリアのチームに行ったんじゃないかな。NBA で、なんかプレイングタイムもらえないよりも、もうしっかりと
うんうん、ヨーロッパに行って勉強して、うん、ちゃんとプレイングタイムもらう方がいいっていう決断したから、ね、フランキーもフランキーとかってさ今年こそいた方がいいなってすごい思うんだけどさその、うんうん、やっぱみんなすごい盛り上がってるけど実際にはね、うん、実際にはケンバもローズもフル稼働絶対できないじゃんやっぱり、うんうんうん、膝だって本当マジでどんぐらいぶっ壊れてんのか分かんないからさ俺たちケンバのねそうね、うん、だそれで言ったら本当にあのね紙の上では派手にね今ねウェルカムとか言ってやってるけど実際シーズン開けてみたら今週いないなみたいなことがたくさん起こるわけじゃんやっぱりうん、うん、そうですね、うん、だからやっぱりいといた方がいいと思うんだよね本当にうんうん、そうだよな、うん、つながなきゃいけないでもロスターがスポットが足りないのかな絶対足りてないと思う多分多いもんね今選手ニックス多いくてカットできない人だらけだもんねどっちかというと、うん、そうねそういう意味で言ってもなんかウィンナウな補強じゃないんだよね本当契約形態もそうだし、うん、トレードのための準備準備シーズンっていうのがもうすごいあからさまに見えてるよねそうね、うん、去年のいい感じの雰囲気をあまり壊さずに、うん、だから同じような選手をキープしてキープしてうんちょっとずつみんながまたねそうそうそうちょっとずつランクパーセンテージ上げて評価上げといてその中くらいのパッケージを集めてでかい人をこっそり交換するっていうね狙ってる感が結構ありますねだからもうケンバを帰りとか言ってめっちゃさ多分煽ってシーズン始めると思うけどどっかのタイミングで鍵盤ありがとねってもう早めに言っちゃう可能性もあるかもしれないからねおそれはひでえいやマジで俺別に俺それを望んでるわけじゃないんだけどそうなっちゃう契約の仕組みを作ってるじゃんフロント今回ローズだってそうじゃんだって絶対そうね、うん、しかもなんかトレードの切ないなそれなったらなんか接続詞的なそのセッティングなのよ本当に全員がノエルにしてもさ誰も落ち着けないな、うん、は落ち着かないっていうかだからもうみんなでグイグイっていくしかないのよこうやってでそのでかいドミノが倒れなかったとしてもみんなでグイグイ言っとけばあなんかいつの間にかコンテンターじゃんみたいなあこのチームほら良かったでしょとも言えるしそう、ね、グイグイってやっといてはいこの中ぐらいのパッケージバリューパッケージ用意しましたって言ってボコッとねそれはラビーン取りに行くのかビール取りに行くのかっていうのあるからさあってことは、うん、まあそういうトレードをするときってこっちから出す選手の方がもらう選手よりも多いわけじゃないですか、うん、多いそうワクワク人数的に言ったら、うん、枠空いてミッドシーズンで、はい、でフランキーフランキーでも今シーズンじゃない可能性高いからねまあね、うん、だから来シーズンまでフランキーちょっとどっかであの頑張るのかうちで頑張るのか分からんけど、うん、まあいずれにしてもなんか、うん、根拠は全然ないんですけど、うん、なんかこれで終わりって感じはしないフランキーとの関係はもうなんか、ね、変な空気なんだよねその、うん、内部情報を持ってる人たちも一切言わないじゃんもうさよなら、うん、フランキーのことはもうフロントはさよならしてるよっていう報道も出ないしフランキーはあの温めてるからちょっと待っとけよっていうなんか噂も出ないし何も出ないのよフランキー本当になんなんだろうな本当にわかんないマジでまあ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 じゃあちょっと
今日はオーバータイムせずに頑張ってボイスメールいきますよ。あとちょっとなんか最後、うん、ボイスメール行く前に一応、うんうん、ね、今日は8月23日そうやそうやだからそうや Respect、うん、Yeah, Happy Birthday, The Legend、うん、Kobe Kobe B. Bryan Kobe B. Bryan、ね、8月23なんだよね23で、で明日がコービーで、うん、そうね、24だから、うんうん、ちょいずれだね、1日ね。いやでもいいですよ、48時間続けてコービーの日ですから、コービーにね、リスペクト。だから43歳だっけ、生きてたら。そうやね、78年やもんね、うん、そっかそっか、信じらんないけど43歳って感じし、まあもう永遠だからね、コービーは、うん、コービーのままで、彼は、ね、そうっすよ、もういつまでもあの17歳よ、うん、生意気な17歳よ、俺の中ではそんな、あのあっちの背番号の時でしょ、あっちの背番号の時、背番あの24の前のあれ先に8番、33?Lower Mary? Lower Mary? 33それはあの練習場に、Sixers の練習場に行って全員とお話しようとしてる。そうだよね。いや、でも、うん。うん、妻でも8番やな。いや、もう本当に。Big respect. Yes, sir. Yeah. ボイスメイル&Emails 行きましょうか。はい。Email。来てるね。しめじさん。しめじさん。うん。毎週楽しみに、聞かせていただいています。おかげさまでこの番組を聞きたいがために毎週末ランニングをするようになり、運動不足解消に光が差し込んできました。マスクをつけてるので分かりづらいですが、週末に多摩川の土手でエアポッズをつけてニヤつきながらぐだぐだ怪しげに、走ってる人がいたら多分私は知らない素敵。さて本題ですが、お二人に質問です。 NBA30 チームの中でチームカルチャー、ファンベース、アリーナの雰囲気など総合的に多様性を受け入れやすい雰囲気のチームはどこだと思いますか。この番組は大好きなのですが、懸命にも、記載させていただいた通りこのような思いから聞いてますよね。懸命がね、ニックスファンになるものかって書いてあるね。Okay. で、理由は単に私が曲がった性格で大衆の流れに抵抗しようという、ひねくれた気持ちと、今のところ心から応援したいという気持ちにまで至っていないから。宗太郎さんがおっしゃるようにアメリカの地にゆかりがないので、私もどちらかというとチームより選手のファンに傾向が強いです。ですが先週の番組の中で暁5をみんなで応援するように NBA のチームで、持てたらもっと楽しいだろうなっていうことを感じるようになりました。では、どうしたら思い入れがあるチームができないと考えた時、私は NBA を生で見たことがないので、きっと現地に行って、生まれて初めて生で見たチームに愛着が湧いてそのチームを応援するのかなと思っています。やっぱそうなんだろうね。そして、まあ、いろんなこと書いてあって、ドノバン・ミッチェル選手好きですって書いてあるね。プラス最後に、もともとリクトさんのファンでしたが、先週の宗太郎さんの話を聞いて宗太郎さんのファンになりました。ほら、わざわざメール読む理由がわかるでしょ、俺が。そこだけハイライトして、そこだけハイライトして、私も女子バスケを、萩原さんや加藤さんの時代からちょこちょこ見る。わ、すごいね、ベテランだね。男性でこんなに前から知ってる人出会ったことがなく衝撃的、嬉しく思いました。結構ね盛り上がってたからね、俺らの代はね、ずっとね。で、女子バスケ、良さがあっていいですよねと。そして銀メダル感動して号泣でしたと。本当にめでたいと。2人とも健康安全に気をつけて、デハデハ平和、Go Knicks はまだ言いません、しめじ。Hey, I respect it. Yeah, respect it. Like the honesty. 別にね、
同意してほしく、あの同意してほしい毎回ね思ってるっていうよりは、なんか問いかけてくれるのもそれはそれであり、ありだよね、素直にね、うんうん、ディベートが始まったら最高だからね、やっぱりね。そうですね、うん、へー、本当にニックス、そこまで、そこまでまだだって、うん、でも俺思ったんだけどさ、うんうん、あのまだなりたくない理由の一つがさ、はい、大衆の流れに抵抗したいという気持ちでって、単に曲がった性格でって、大衆の流れに抵抗した気持ちでってさ、俺たちマイノリティなんだから全然いいじゃんそれでって思わない？いや、ふっとそれ思ったんですけど、あれじゃないですか、うん、NYK 再建プロジェクトのコミュニティでは、ああそういうことね、うん、マジョリティやからってことかな、のマイノリティってことね。そうそうそう、でもそれマジョリティだからね。ああ、全体のね、全体だから、だからNYK はもうほんまこんなだからこんなだからこんなだから本当にそこのマジョリティに対してのマイノリティは超大衆だから、ね、そこ確かにねそう、まあちょっと面白いね本当にそうですね。いや嬉しいですね。でもこうやってちゃんと書いてくれるっていうことはさ、はい、めっちゃ嬉しいよ。その時間作ってくれてんだもんだって。 That's love man、 That's love。 ありがとうございました。 Respect、 Respect。 もう一個は We gotta find a team for him, right?そうね、だからまずは、その観戦生で行った2チームのどっちかを多分熱狂的に好きになっちゃう。だから絶対、ね、絶対的に MSG に行ってもらわないと、こう半分の 50% の確率でニックスになる可能性がなくなっちゃうじゃない。いきなりステイプルズに行ってデンバー対レイカーズとか見ちゃったらさ、うんうん、ね。でもうん、ドノバン・ミッチェル好きってことは、うん、ジャズ？ジャズ？うん、それか、まあ、まあ、ミッチェルがホームカミングしてニックスに帰ってきたら、ね、うん、いやもうそれはもう万々歳でしょ。プラス、うん、初めて見に行かなきゃいけないから、ミッチェルのホームカミングゲームを MSG で見るのがベストなんじゃない？う、いいっすね。すごいね。いいんじゃないですか。いいっすね、いいっすね。うん。いつだろう。契約上いつになるんだろう。でも彼最初のルーキー延長マックス延長してるよねこの前。そうだから彼もサイアンドトレードとかしないと。そうだね。なかなか全員サイアンドトレードはできない。うん。うん。ちなみに、はい、総太郎さんはユタのホームゲームとか行ったことあります？うん、いや、ソルトレイクは行ったことないのよ。そっか。じゃあ、あんまりそれに関してはアドバイスはできないな。あんまりアドバイスはできないね。うん、ただ、ジャズファンは、うん、なんか、いい意味で、いいように言ったら熱狂的、うん、悪いように言ったら、うん、なんて、まあ、なんて言えばいいのかな。ちょっと問題起こすとき多いよね最近ね。そうね、うん、ちょっとこうヘイト的なこと言っちゃう人がね、うん、だからそのジャズファン全員がそうとは言わないけど、中にその変なやつが一人いたっていうだけの話でね、うん、うん、まあどこのそういうそのせいでなんかジャズファンのイメージがダウンになっちゃったりします、ね、そうダウンになっちゃって、でもすぐさまジャズ早かったのはやっぱすぐさまそのオーナーがね、もう速攻でファンの前でレター読んで、うん、我々の目指してる文化とは全く違うっていうことをねきっぱり言って、あのヘイトを助長するようなチームの応援は目指してないっていうことをね言ったのは、まあきっちりね、やっぱりまあそれは そうよね、目指してないよねジャズだって、そこはね。そうですね。そうで、まあ最近てか、まあ1年ぐらい前か、うん、オーナーシップが変わって、うん、まあ、D ウェイドとかも入って、ね、なんか
応援しだすなら、うん、今いいかも、うん、今あそう、ね、応援しだすのがいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。ただユタに行くチャンスってまあ珍しいよね。スキー好きとかやったらいいんじゃないですか。あ、スキーとかね、なんか、うん、あの辺は気候がいいとか住みやすいとかって聞くけどさ、なんか、うん、イメージがねやっぱりなんかなんだろうね、ちょっと何なんか言いたそうや。いやいや別に俺ネガティブでもなんでもないんだけど、そのあん関わりがないから分かんないっていうのがあるよね、ユタは。あ、まあでもユタは、うん、そのバスケ的な面だけで言ったら、言うたら、言うたらそういう落とし穴があった。あの言って自分で2回目も言うたい言う2回言うほどでもなかったけど、うん、なんか I stumbled into it, so I have to like acknowledge it. 言った後に自分であ言っちゃったじゃねみたいな。そうそうそう、うん、あの結構ずっと定期的に強いチームやから、うん、フランチャイズとして、まあね、うん、メールマンとストックトンの時からずっと強いもんね。うん、でなんか運がまあまあいい、うん、プレーオフ運はいい、うん、あというかレギュラーシーズン運か、うん、でもそうだから絶対になんか2人スターがいる時期が結構ね長いから、うん、メールマンストックトンでその次は、うん、デロン・ウィリアムスとブーザーとか、ね、まあ、キリリンコの時代もあったし、ね、で今ねゴベールとみっちゃんね、だから楽しいっちゃ楽しいかもね。楽しいっちゃ楽しいね。でもなんかセミファイナルの壁がでかいね、ユタはね。でかいね、うんうんうん、あとワンピースっていうのが、うん、なかなかそのワンピース取れないマーケットですから、その俺ユタに行きたいんだぜって言って、うん、自分から行くビッグネームフリーエージェントってなかなかいないから、うん、でもまたそのあとワンピースあったらなっていうロマンスのあるチームかなと思う、うん、めちゃめちゃ強いチームを応援したらなんかそういうのってないじゃないですか、うんうんうん、だからなんかさ不思議だけどさ、ジャズって今のジャズってすごいちゃんと正しいことをちゃんとやってきてるわけじゃんね、うん、監督もしっかりしてる、オーガナイゼーションもしっかりしてるね、うん、そのカルチャー作りもしっかりしてるし、お金もちゃんとつぎ込んでるし、バスケの内容も いいわけじゃない、はっきり言って、うん、ちゃんとね、でディフェンスもだからレギュラーシーズンのスタッツとかとんでもないスタッツ出したりするわけじゃん、チームスタッツとかね。でそのスパーズ的なこととかをしっかり取り入れてさ、こうレベルの高いことをずっとやってきて、同じぐらいでやってきてんだけど、スパーズのそのゲットした栄光と今のところね、ジャズがゲットしてる栄光がこうまだなんかジャズがなんかどうしても同じ見返りが来てないね、ジャズの方にね。そうだね、うん、うん、ダンカンの違い、ダンカンの違いなのかね、やっぱりドラフト、うん、ってことはドラフト、うん、うん、ダンカンでかいか、やっぱ存在としてまあね、うん、ちょっとなんか手詰まり感に、なんかこうなんていうの、やることなくなってきちゃったりとかちょっとするよね。ちゃんとしたこと全部やっててそれでも勝てないって、ここまでやってなんでなのっていうさ。確かにね、今年とか、うん、っていうか2021年シーズンはなんか、うん、もうジャズめちゃめちゃ強かったから、レギュラーシーズンから、あ、今年かもなっていう感じがね、うん、してたから、うん、まあ、どうだろうね、そのワンピースが今回ほらルディ・ゲイ獲得して、うん、ああいう何でもできるウィング
っていうのがずっといなかったじゃないですか、うん、ロイス・オニールよりもちょっと大きいウィング欲しいなっていうのがあったから、うん、まあもしかしたらルディ・ゲイがそのファイナルピースなのかな。どうなんだろうな。ついね、ウェイドがさオーナーシップに入ってそのなんていうのかな、リクルーター的な役割でその裏の強力なキャラに、うん、もしこの先なってったらすごいことになる可能性あるよね、ジャズはね。その多分それを狙ってるんでしょうね。絶対そうだと思う。絶対そうだと思うよ。あのだから結局ジェリー・ウェスト的なことをこの先ね、ウェイドが歴史をそういうね、あの OB としてそのオーガナイゼーションに関わるインフルエンサーとしての歴史を、新しい道を歩み始めて、俺は絶対その成功したらそこでジェリー・ウエスト的な存在になるわけじゃん、はっきり。だやったらすげえことになるね、本当に。そうね。うん。まあ、ウェイドのいいところは、そのジェリー・ウエストとかも、うん、まあ最初は、どこだっけ？まず最初にレイカーズ。レイカーズじゃない。うん、レイカーズ、その後クリッパーズ、グリズリーズも行ったよね。グリズリーズも行った。で、ゴールデンステートも行ったでしょ。うんうん。いろいろ行ってるけど、ウェイドのいいところはまだ若いから、うん、その今のスターたちがちょうど彼の全盛期を見てたっていうのは大きいアドバンテージですよね。だから、うん、ウェイドの言うことを聞こうっていうふうに。あのウェイド様やっていう風に思えるようなスターが今ちょうど全盛期中やから、まあ、それでそこにウェイドがあの球団に入って入り込んでいくっていうのが一番なんか遠い感じに思ってたからすごい意外だし、今もなんかもうなんかカラーがしっくりこないっていうかね。そうね、まだイメージがそう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 、ウェイドイコールジャズイコール、うん、うん、そうちょっとあるよね。ありますね。すごいな、俺らジャズのことこんなに語るってすごいよね。どの口が言ってんねんって思われるかもしれないけどね、ジャズはしっかり結果出してるから、まあ、ジャズはうん、おしゃれなチームだっけよね、こうあんまりメジャーすぎなくて、うん、でも明らかにその勝利に対しての姿勢っていうのは常にこうしっかりとしてるチームだから、うん、ブレないよね、うんうん、だやっぱいい球団なのよ今本当に、うん、さあボイスメール行ってみましょうか。お再生できるか聞こえる。総太郎さん、リクトさん、はい、こんにちは。イエリと申します。イエリさん、いつか送ろうと思っていたボイスメールを初めて送らせていただきました。ナイス。日頃車を運転する機会が多いので、お二人のトークと皆様のボイスメールをいつも楽しく車で聞かせていただいております。私自身、小学校の頃から25年間今でもバスケをしておりまして、私が中学生の頃は細いセンターだったこともあり、ニックスではマーカス・キャンビーが一番好きな選手です。 NYK 再建プロジェクトの中でもお二人が選手ではなくチームのファンになることを勧められており、私としてもどこかのチームをこれからの人生をかけて追い続けてみようという気持ちになりました。ここでお二人にご質問とご相談ですが、チームファンになるにあたって今持っている NBA グッズとの向き合い方は今後どのようにすればよいと思いますか。好きな選手や安く買えたユニフォーム、 T シャツやキャップ、現役でバスケをしていますのでリバーシブルやユニフォームパンツなど様々な NBA チームのグッズを持っています。
ファンになるチームはいくつか決めており、自分で一つに絞りたいと思いますが、ここというチームを決めたら、それ以外のチームの今持っているグッズをどう使っていくのか、はたまた全て手放そうかなど迷いが多く、チームを決めるのに一番大きなハードルになっています。逆にグッズを多く持っているチームから決めようという気持ちもあります。ちなみに多いのはセルティックスとスパーズです。お二人のお考えや現地アメリカでの考え方などをお聞きしたいです。最後になりますが、これからも NYK 再建プロジェクトを楽しみにしています。ではでは、平和、総太郎、ピース。ありがとうございます。この問題ね、この問題はあるわ ね、 ね、どうすか、総太郎さんは。イエリさんね、この切り口すげえ斬新だね、なんか、うん、うん。でもさ、何個かのチームはもうすでにいっぱい買っちゃってるわけでしょ、そのスパーズとかセルティックスとか。うん、だから俺らさ、そのなんつうの、ニックスってもう自分らでさね、その地元だったりとかあるから、もう迷いないじゃない、はっきり言って。気づいた時はそうなってるみたいな、自然にスッて入れたからね。うん、だけどそうじゃない人でそこまでね、あったらたまたまさ、そのなんていうの、イースタンとウェスタンの2つじゃない、うん、セルティックスとスパーズの、うん、だからその日本のファンとかはさ、もう1個に絞れたら最高だけど、そのイースタンはこのチーム、ウェスタンはこのチーム推しっていうのはありだと思うよ。あれ、なんかスタンス変わってません？あ、違った、違う、そんな新たな、これはちょっと、This is news to me, man. This is news to me. 俺がそうなわけじゃないよ。うん、だけどほら、選手だけを追ってる人が多いわけでしょ。うんうん、チームを追うことに一応なってるじゃん。そのイースタンのこのチーム、うん、ウェスタンのこのチームって。はい。いやいや、全然それでもいいと思うけど、入り口でいいんじゃないのっていう。いや全然いいと思うけど、そんなアイディア、俺がってことね、総太郎さんのちょっと待って、ちょっと待って、総太郎さんの中でありな発想だっていうことに衝撃を受けてます。じゃあ衝撃、いや俺はしないよ、そういうふうに。うんうん、だけどそのエントランスレベルってあるじゃん、やっぱり、はい、深くはまる前のさ、はい、うん、その最初のエントリーレベルではさ、そうセルティックスとスパーズってシュッと入って、はい、でどっちかにやっぱセルティックスだわってなるのか、やっぱスパーズだわってなったら、うんうん、もうスパーズファンじゃん、そう。なるほどね、エントリープランみたいなの、エントリープラン、こういうオプションもありますよっていう。あんまりいきなり超ダイハードじゃなかったら認めねえみたいにしちゃったらさ、いやもうちょっと俺ダイハードじゃないんで、ちょっと入れないっすってなっちゃうじゃん、みんな。うん、だからダイイージーから入っていいですよって言って、最終的にはもう気がついたら気になってしょうがないってなって、もう気がついたらダイハードになってるっていうね。 OK、 じゃあもう一つの質問に対して、うん、じゃあ例えば、ね、うん、イエリさんが OK、うん、じゃあそのプランでいきますと、うんうん、ね、二股パルプランでいこうと、はいはい、スパーズとセルティックスのグッズ以外はじゃあどうします？そこな、うん、俺ね、いいの思いついた。お、そのさ、以外のやつもなんか魅力があったから当時買ったわけじゃん、うん、だからバックストーリー持ってるわけじゃん、はい、その人はね、はい、まあたまたまめっちゃセールになってたから買ったとかっていうのも、それはそれで一つのバックストーリーだし、その、うん、その時のエピソードがあるわけじゃん、はい、それをだから次の友達とかの、次の自分の周りとかのNBA って どうなのみたいな、この前オリンピックでなんか女子のバスケめっちゃ盛り上がったけど、なんか
バスケどうなのとかさ、なんかオリンピックでなんかチーム USA となんかフランスって強いのみたいな、なんかほらそういうライトな会話今起こってるわけじゃん日本って。はい、そうなった時に NBA 見たらめっちゃ面白いんだよっていう、だからねオリンピック見てチーム対抗で見てた人たちも NBA のそのバックストーリー知ってたらその国対抗もめっちゃ面白いんだよっていう話からさ、じゃあ今度 NBA 見てみようかな、でどのチーム見たらいいと思うっていうんでさあ、そのね例えば俺はセルティックスのファンだよとか俺は、スパーズのファンだけど、でもなんか一緒に練習しようぜとかってなった時に、俺このグッズもういらなくなったからあげるよっつって、これなんか買う時は なんとかっていう選手がいてすげえめちゃくちゃ活躍しててとかさ、それでなんかたまたまネットで買ったんだよとか、なんか渋谷に行ったらそれ見つけたからお金払って買ったんだよとか、なんか現地のアリーナに行った時に買ったんだよとかっていうさ、そのエピソード付きで渡すとさ、それもなんかおいいじゃんっていう受け止め方できそうじゃない、なんかその友達も。そしたらその友達はさ、なんか初めまして、 NYK 再建プロジェクトに初めてボイスメール送りますみたいな、自分がなんか NBA と初めて触れたのは友達からなんかもらったなんかビンス・カーターのラプターズの時のユニフォームでみたいな、それ以来ラプターズファンになりましたみたいなさ、どんどんこう布教活動できるじゃん。じゃあ一言で言うと寄付しろと。寄付っていうかそのポテンシャルカスタマーにねあげちゃえ、あげるというか種を植えていく、うん、okay. Planting seeds, man. なるほど、うん、じゃあキープしたらいけないんだね。いけなくないけどもうイエリさん今集めてますよ他のグッズをもうじゃあ誰にあげようかな、これ誰にあげようかなみたいないやキープしてもいいけど、でもほらファンになっちゃったらもう用ないじゃん、だって着ないんだから、そこのチーム好きじゃないんだからさあ。なるほどね。いやこれはね、うん、実際に悩んだことある問題やったから。あんの？僕がごめん、じゃあ俺がもう答えたのなんてみんな忘れて、俺こんな悩みしたことないのに今答えてるから。マジで？うん、だって悩むことなんか一回もないじゃん、だってもう気がついて好き、だって子供の時から好きなんだからさ、ニックスとかヤンキースとかさ、他のなんか買うわけないじゃんだって。いやいや、あ、そう。え、買う、じゃあそれコレクターとして買ってんじゃないの？いや、あのね、うん、今は、うん、ちょっとこれだけニックスファン、ニックスファン言っといて、うん、ね、街歩いてたらあいつヒートの帽子かぶってたでとかって言われたら、うん、ちょっとなんか、うん、オフブランドすぎてね。いや、その勇気はないでしょ。角が立つでしょ、角が立つでしょ、それだ。そう、うん、その勇気はないです、うん、確かに。でも子供の頃よ、うんうん、ね、中学ぐらいの時になんかまだ何にも知らない時ね、まだ何も知らない時に、うん、いや俺中ではもう自信持ってニックスファンって言えるから、うん、ね、逆にブレずに、うん、だから別にこの、ね、色の感じが好きだから、うん、今日はね例えば青い靴履きたいから、うんうん、だからこの青い、まあ、持ってなかったけど例えばピストンズのジャージ着てるんだよっていう風に、うん、結構言ってたわけですよ。言ってたの？言ってた。え、それやってたの？やってた。え、ちょっと待って、じゃあちょっと誰にも言わないでね、これは誰にも言わ、まあ、ここだけの話ね、ここだけの話、誰も聞いてないからここだけの話、うん、ちょっと聞くけど、うん、緑のスニーカー着てたらセルティックスの T シャツ合わせてたの？合わせてた。ポールピアス着てた。マジないわ、それないわそれ通せんの？それセルティックスの T シャツに。
や、そん時は、うん、あ、それコミットしてない時でしょ。いやいやいや、俺だって生まれた、もうおかんのお腹から出てきた時からニックスファンやったから、ブルー&オレンジのビブス、ブルー&オレンジ出てきた、うん、そう出てきたんでしょ。 I was rocking a fitted. Yeah, I know, man. When I came out of the womb、うん、right? Blue and orange、うん、That's what I thought. Till the day I die. That's what I thought. だから逆に、うんうん、まあ別に色合いのために、うん、ええやん。あ、ファッションとしてってこと？ファッションとして。それさ、周りになんか言われないの？意外と言われない。高校ではさすがにできなかった、うん、高校では逆に俺が突っ込んでた、うん、そうよね。何それ、うんうん、何その放熱の、だって必ず言われるし、俺もう何百回も言ったし、言われたけど、なんか Nice shirt, you got the wrong team on って絶対言われるじゃん。はいね、はい、いいシャツだね、でも書いてあるチーム間違ってるよって必ず周りから言われるじゃん。変なもん着てたらね、はい、はい、ニックス以外、ニックス以外とか、ま、うん、ごめんちょっと待って、その解釈は本当にもう語弊あるから、ね俺のことをマジで本当いろいろ大変になっちゃうから、そんなあいつやべえで、ニックス以外変なもんって言ったら最悪だわってなっちゃうでしょ。だってね、あなた本当にそういう意味で言ったらポイントガードだわ、トラップにはまってる俺毎回、hey、インスティゲーター、インスティゲーター、いやマジで本当なんか怖い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 こう見えて、ね、うん、高校の時は、いや、超トラッシュトーカーだったから。怖い怖い。ベバリーやん、もう。超トラッシュトーカーだったから。マジで。こう見えて。うん。でも、グローブぐらい喋ってた。グローブ系じゃない。グローブ系じゃないんだ。グローブ系じゃない。審判が見えるか見えないかぐらいのところで、こそこそって。ささやき、怖い。ささやくパターン。ビバリーやん、完全に。そう。怖い怖い。怖い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 。そうよ。あれじゃん。グレイソン・アレンじゃん。グレイソン・アレン、man。I'm a nice guy off the court. Yeah, man。グレイソン・アレンも、アレンも、いい人よ。いい人よ、アウト、めちゃくちゃいい人。うん、本当に。すっごいナイスガイ、爽やかだし。うん、でもまあ、足引っ掛けてくるよね。うん。うん、コンペティター、man。すごい。まあ、あれは競争心から来てるから全然いいんだけどさ。いや、ちょっと、まあ、足引っ掛けるようなことはあれですよ。うん、しないけど。うん、so I don't endorse that。それはいいとは思わないけど。けど、こっちはね。言葉のグレーソンあれ、うん。こっちは言ってた。でした。こっちは言ってた。はい。うん、はい、いや、そのトラッシュトークどうでもいいわ。ちょっとそのファッションの色替え問題、ちょっと俺すごいしっくりこないんだけど、その okay, okay. どうやって消化してたのそれ。だってどこにいたのその時。ニューヨークにいたんでしょう。だってもちろんもちろんもちろんニューヨークにいて、うん、だって変な目で見られるやん、そんなことしたら。中学ぐらいの時ってちょっとなんかファッションに目覚める年じゃないですか。うん、うん、難しいのよ、青とオレンジ。いや、わかる。青とオレンジめちゃくちゃ難しいのよ。そう、本当に難しい。青とオレンジって超かわいいのよ、単品で。うん、単品だと超かわいいの。ファッションにするときは本当大変だよね、あれね。難しい。あのね、アメリカのブルージーンズの文化がなかったら終わってる、本当。終わってる終わってる本当に。ああ、うん、そう、だからまあいろんな色を試してみたいじゃないですか。特に赤が好きだったから、うんうん、ね、だから D ウェイドも好きやったし、うん、だこれはいいんじゃないかな、うん、アイバーソンもいいんじゃないかな、うん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 、ちょっと例外を作ったらね、そういう、そう、うん、それだけの話です。ただ、うん、高校に入ったら、うん、ね、うん、あの
もうそういうのが許されない年になってくるから、うんうんうん、だいたいまあそういう時ですよね。Yo, you wearing the wrong, nice shirt, but you wearing the wrong one. What is it? みたいな。What is it? ってね。You from New York? うん。ジョーダンも履けないですよ。あ、俺だから、唯一クロスオーバーしたのは、だからそのジョーダンのスニーカーかな。でもブルーズめっちゃ流行ったじゃん。特にほら、俺の世代なんて。うん、うん、うん。みんなブルズのユニフォームとかさ、ブルズの T シャツとか着てたじゃん、あの時。さすがにちょっとあれはできない、できなかったね。だけどそのスニーカーはもう100歩譲ってあまりにも流行ってたから、うん、履いちゃったけどね、うん、でも、あ、じゃあちょっと浮気してるんじゃないですか。一足だけ。何番っていうか、6の黒、黒に赤いラインのやつ。ほら、赤よ。赤にやられるんです。いや、だから、じゃ赤、全然着ないのよ、俺、本当に。だって、あ、そう。ニューヨーク is a blue city, man. First of all. Yeah. ね。Yeah. 全部そうじゃん。ピンストライプス。ヤンキースもそうだし、うん、ね、うん。ジャイアンツもそうだし。うん。なんか、あのセントルイスとかさ、例えばなんだろう、アリゾナとかさ、もう完全真っ赤じゃん。なんかそう考えたらニューヨークはもう色で言ったらもう青よ。だからなんかもうね、大谷君みたいな、エンジェルズみたいな感じの真っ赤っかみたいなやつなんかそうそう見ないじゃん、街中でも。結構目立ってたと思うよ、ね、リクト君。それかもね、中学生やったからできたことなのかも。できたかもね、それは、うん、そもそもだってあんま売ってないぜ。だってその毎回 NBA ストアとかさ、別にあの時ないと思うけど、俺が子供の時なんか。だから買えないじゃん、お金もないしさ。そこら辺のマジでさ、スポーツ屋さんのちょっと価格の落ちたやつとかしか買えなかったからさ、そんな、いや、うん、それよ、それももう一つの理由、うん、だから TJ Maxx とかマーシャルズでめっちゃ安かったんですよ。Yo, you really think, oh, ポールピアス、NBA ストアに行ってまでポールピアスのジャージ買おうぜ。いや、だからそんなことちゃんと説明しないと、今聞いてる人たち混乱してるよ。ああ、そっか、もう、それ分かった上で話してる。いや、だからちゃんと考えないと、だって、債権民の人たちはすっげえ真面目にちゃんと調べて買う人たちが多いわけで、日本のファンって真面目だから。そんななんかセールになってて、そのイトーヨーカドーでセールになってるからみたいな買い方じゃないから、NBA グッズは。ごめんなさい。それを最初に言うべきだった。最初に言うべき。めちゃくちゃ今混乱起きてカオスだよ、本当に。そうですね、うん。あいつフェイクだみたいな。俺も今困ったもんだって、ちょっと待てよと思ったんだ。確かに。あれ、2万3000円のジャージとか買いに行っちゃったのかなと思う。申し訳ない。申し訳ない。ダメダメダメ。うんうん、ターゲットとかね、はい、マーシャルズとか、はい、なんか、ロスとか。そういうところのもうシーズン外れもののもう持ってけ泥棒セールみたいな、もう移籍しちゃったやつとか、ヨタヨタのもう T シャツとかいっぱい、あの丸いさ、あの丸いハンガーがこう、まあ、そう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 、ね、それそれ、ぎゅうぎゅうに丸くかかってるでしょ、ぎゅうぎゅうに。あそこでこうやってなんか、あ、え、これ3ドルみたいな、これ、あ、これ7ドルみたいな、そういう買い方でしょ、それそれです、うん、それ申し訳ございません。それを説明しないと危ないと、危ないよ、危ねえ危ねえ危ねえ。そう、危ねえ、俺汗かいたもん。俺汗かきましたよね。誰もやばいやつ喋ってんなと思ったから、本当にですね、うん、いや、じゃないとそんなベージュのマイケル・フィンリーのジャージーなんて買わないっすよ。買わないよ。買わないっすよ。買わないよ。マジで。ああ、大丈夫。アイバーソンの黒のジャージなんて、うん、なんかその辺のバスケットコートのリングにこう、うん、なんかこういう風に結ばれてたのを一生懸命取ったやつですからね。うんうん、わざわざ取っ、白のアイバーソン持ってったんですよ。はいはい。
マーシャルズ、まあ、だあれ取ったら黒のアイバソン手に入るなと思ったら一応ほどいたろうかっつって持ってったやつでしょ。だってそうそうそう、うん、モチベーションが違うからそれ説明しないとちゃんとですね、うん、これです。金がそう安かったからっていうのがナンバーワンの理由。だってあなた最初の説明なんて言ったと思う。中学校の時ファッションに目覚めるじゃないですか色を合わせたくなるんですよって言い方間違ってるよ絶対。これちょっと編集大変になると思うけどしねえよこっちをまず最初にしねえわ今回のなんてそんなフリップしてくださいコマンド押したら簡単にできるからフリップ、ね、プレミアプロの使い方は俺に後で LINE でブワーとか送ってくるかもしれないけどやらねえから俺絶対まんま書き出すからそのまま困ったなまあまあそういうことですよね、うん、安くで買えたから、うん、じゃあこのアセットでどうしようみたいな、うん、そうそうそう、せっかくだからじゃあ色で試してみるかっていうことですね、うん、1枚買うより2枚買った方が7ドルですよとかっていう時あんのよ。そういう時にもうしょうがねえな、じゃあ何もう分かんねえ、まあこれでいいやみたいな、うん、うん、そうなんですよね、うん、あーいやあぶねえわ。なんか疲れたぞ今の俺もうどっと疲れたよ。疲れたな。これ何を説明してんのかもう途中で分かんなくなったけど向きになってあーあぶね本当に。まあすいませんね、本当うちらアホだよね。本当こんなこと喋ったバカバカなバカばっかり。オフでこんな話しなくていい。オフでも本当まあまあまあオフだからね。オフだから喋れるけど、いやだから違うって。リクト君なんだっけ。いやそのだから友達に余ったグッズどうするか問題よ。ああ、どうするか問題ね。隠したらいいんじゃないですか。俺はだからその、うん、俺は仲間増やすためにその種を植えるために、うん、ね。ラプターズのなんか持ってたら渡すとか、なんかマイアミのなんかレブロンの持ってたら渡すとか、なんかそういうね、うん、一緒になんかバスケのリバーシブルで違う色持ってっから渡すよとかいいんじゃない、そういうんでって思うんだけど。そうだね、まあ渡すのでもいいかもね、うん、渡しちゃって、うん、うん、いや、やめとこう。何、またなんか説明足りないパターンになりそうだからやめときます。いや Next question 言っといた方がいいよ。言っといた方がいい、うん、大丈夫だ、次は間違えないよ。なんか、うん、まあ僕前はスポーツマーケティングの会社で働いてたから、ほうほう、それで、うん、ただでなんかもらえたりするんですよ。あ、はいはい、ありますよねそういうの、うんうん、だ隠してるんですよ結構。持ってるけど、持ってるけど、うん、え、どうすんのそれ。いやだから例えばオラジュアンのポスターをね、うん、サイン付きの、うんうん、もらって。めちゃくちゃすごいじゃんそれ。でも買う、飾る？飾れない、飾らないけど、隠してるんですよだから、うん、飾らないけど、うんうん、飾らないけどその価値は分かるじゃん、うんうん、だすごいもんだよねそれは。ラジオアンよだって、うん、だそういうのはあげなくていいですよね、キープしといても。そういうのはあげなくて、それはだってレア品だもん。Okay. それはもしかしてなんか困った時があった時とかにさ、やっぱもうどうしてもね、うん、誰かを助けたいってお金が必要だみたいな時とかにさ、こうオラジュアンごめんっつってなんかそれですごいお金手に入って、曲売るためじゃないですかそれ。ちゃ誰かを助けるためよそれは。セールスマンやな。俺なんか焼肉食いてえな、オラジュアン売るかとかそういうんじゃないよ別に。ゴルフクラブ欲しいなとかしてもない。新しいドライバー出たかオラジュアン売るかとかそういうんじゃないよ。分かった、うん、じゃあ
OK。そこまで効果のあるものは、じゃあ一旦隠しとく。いやいや、もうそれはだ投資アセットとして。投資アセットとして、ね。投資アセットとして、それは持っとくべきよ。それはだって、うん、ジャーモラントのルーキーカードとかみたいな、バコーン行ったりとかしてたらさ、ファンじゃないからとかって言って誰かにあげちゃうのは、それはもったいないじゃない。もったいないね。だそれは投資アセットとして、例えば子供ができたら、ね、その、これで子供が大学に行けるぜって、じゃあありがとうっつって、ジャーモラントに感謝して、子供が大学行けるんだったら、それで、それはお父さん偉いってことになる。そうね。そうそうそう。じゃあ投資しても意味ない、例えば僕なんかメンフィスグリズリーズの目覚まし時計とかあったんですけど、あ、それはもう完全に今もう投資しても意味ないって、メンフィスグリズリーズが意味ないって言った。いや、それは言ってない。それは言ってない。目覚まし時計だからね。メンフィスグリズリーズの目覚まし時計は意味ないって何仕返ししてくれてるんですか。え、何、もうそういうトラストーク一人でいいから。あの先週はほらオーランドマジック誰も見ねえって3回言ったじゃん。でもベースがそのほら隠れトラッシュトーキングが出ちゃってるよ。出ちゃってるから、ね、出ちゃってる出ちゃってる。いつまでも隠すことはできないよね、そういうの。いや、もう全開でいいんじゃないですか。逆にいっか。だからほら俺結構言ってさ、みんなにうわーとかって言われるけど、まあそれはそれで全然いいんだけどさ、なんかイクト君ほら人がいいから言わないじゃん、そういうの。だって卒業したから、その時代はトーキングしまくったからね。だからトーキングしまくって、もう俺なんか現役のトーカーみたいじゃん俺。そうっすよ。今が全盛期ですから、ね、今なの俺トラッシュトーキングの全盛期。やめないって、どういうこと。本当にいいおっさんだぞマジで。あ、でもメンフィスグリズリーズのその目覚まし時計はどうなの、なんか誰か寄付。あ、それも寄付した。あ、寄付したの。うん、それ寄付なんの、どういう寄付なのそれ。メンフィスグリズリーズ寄付の価値にもいかないみたいな。違う違う、目覚まし時計ってどういう風に寄付するのっていうのがよく分かんなかっただけ。あ、もうなんかグッドウィルに、あー、そういうやつね。うん、はい、あ、その友達にあげたとかじゃなくて、本当に literally 寄付した。あ、そういうことね。種をまくっていう意味じゃなくて、うんうんうん、なるほどね、うん、まあまあそれはね全然いいよね、うん、たまになんかほら、ね、あの優勝しなかった方のさ NBA ファイナルチームのさ、なんかあのチャンピオン T シャツとかが世界の裏側のどこかとかできない200枚とか見つかったりとかするじゃん。はい、うんうん、だそういうのあるからねやっぱり、うんうん、そうですね、うん、俺なんか知らんけど今日背中びっちょびちょに汗かいてるわ、うん。今まで一回もこんなことなかったのに、なんだろうねこのざわざわ感。なんかびっくりしたんだわ俺、多分さっきのユニフォームの色話でいろいろショックなことが起きましたね、この20分間で。ちょっともう今日やめよう、もう本当にやめますか。疲れる、これ。疲れたね。汗かいちゃった本当に。だいぶよくない、よくないこれ。ああ、もうざわつくだろうな、今回、本当に。疲れたね、なんか。やべえわ。こういう危ない話は、なるべく避けたいな。避けらんないっしょ、あんなこと言ったら。まあね。だってもう、言ってきたことと真逆のこといきなり言い出したかんね。しかも理由ちゃんと説明せずに、こういうなんか、うん、誤解というか、ね、誤解、うん、そうね、誤解を招く表現、ね、招く、うん、表現。これはいや今日本当勉強になりました。本当にあ
ありがとうございます。会話ってむずいよね、本当に。会話って難しいよ、うん。こういうコミュニケーションの仕方で、うん、だって順番ですよ。順番間違えただけで、すげえ危ないゾーンに入ったからね。危ない危ない。だってそのマラソンとして捉えてくれたら、その聞いてくれた人はいいよ、20分後まで。うん、聞いてくれない人いたらもうはぁってなってるもんね。だってそこで、そうよね、うん、あのリクトさんがみたいな、途中で切っちゃってる可能性あるからね俺がいやいやいや、聞いてる人がその人がね、もうそうよ。だってもう、あ、うん、電車降りなきゃってなってさ、うん、あ、やべえ会社着いちゃったとかさ、なんかそういうのあるもんね。だってあぶねえあぶねえ、それでもう一回再生してくれる可能性だと分かんないからね。ないからね、もう信用できねえわこいつって。あとはなっちゃうかもしれない。 YouTube だったらなんかそのなんていうの、俺らがさ、その広告のタイミングとかがそこでさ、ちゃんちゃらちゃんみたいな、なんか急に CM 入っちゃったりとかしたら怖いよね。広告なしでお願いします、あのセクション。あのセクションね、急に変なギャップ入っちゃうね、そこで後からなんか刻みですげえ入っちゃって聞きづらいわってなるんですよ。ああ、いやー、まあいいんじゃないですか。もうちょっと疲れましたね、もういいよ、これなんか、もういい、うん、精神的にちょっと汗びしょびしょですよ。なんだか知んないけど、俺のことじゃないのに、なんかわかんないけど、やっぱなんかもう家族同様焦っちゃった俺、本当に。なんかね、うん、なんかまあこういうこともありますよね。こういうこともありますよ。まあでも本当怖いね、俺のさ、例えばなんかそのさっき前に言ったそのニックス以外の なんだか分かんないものとかって言っちゃったら、その他のチーム全部なんかニックス以外なんだか分かんないものって言ったみたいになっちゃうもんね。いや、危ないラインを歩くのがでも楽しいじゃん、うん、楽しいけど、あなた順番間違えたから、もう危ない方から出てきた。危ないライン越したから、観客席から出てきたからどこまで行ったのっつって、そのライン歩くはずがもう一回、うんうん、そう、危ない危ない、行っちゃいけ、行っちゃいけない方行っちゃったから、もう、ああ確かに脇汗やばいわ。俺もう背中びっちょびちょだよ。黒着てる。よか、今日なんかグレーの T シャツ着てたろ。変なんなっちゃってるよ、もう。ああ。まあまあまあ。とりあえずでも結果オーライなんじゃないですか、うん、結果オーライっていうことで、まあ、もうみんな落ち着いてもういいよって思ってると思うから。うん、許してもらえたかな。許してくれます。うん、もう今日はここで締めましょう。本当に締めましょう。オフ中のオフだから、本当に今日という今日は最近で一番短いエピソードかもしれない。短いのもさ、なんかもう番宣だと思って楽しんで、本当にそうね、うん、もうなんか CM、まあ、CM だと思って、 CM だと思って、うん、映画の予告編ぐらいなもんだよ、うん、次回の予告編ですね、これは。次回ってなんだ、まだオフか、なんもねえんじゃねえか、また。そうっすよね、まあこの6週間ぐらいは比較的静かなはず、うん、もうやりようがないもんね、だって球団もね、もうあともうトレーニングに向かおうかっていうことだからね、うん、みんな暇すぎてプロアマ大会とかで遊びまくってるもんね、だって、ね、ヘイトン・プリチャード92点とかね取っちゃって、取りすぎでしょあれ、パスしたんかなっていうね。まああれはもうワンオンワン対決のような試合でしたよね、多分マイク・ジェームズとの。そうだろうね、どうでもいいけど、毎回マイク・ジェームズの名前がね、うん、あの通知とかで、この前もほらレイカーズが、うんうん、なんかちょっと打診してるとか考えてるみたいな、ねうん、IT と、うん、マイク・ジェームズともう一人、うん、もう一人誰やったかな、忘れたけど、毎回マイク・ジェームズって出てくると、うん、この現役のマイク・ジェームズじゃなくて前の、いや、あのサンズの、サンズだったっけ、
俺の中ではラプターズとブルーズのイメージがでかい、マイク・ジェームズ。あ、じゃあ俺間違ってっか。いや、サンズでもしかしたらフレしたかもしれないけど、ちょっと検索して。ピストンズとかね、うん、ブルーズ。いや、もう絶対そっち行っちゃうよ。うん、あのいや、まあ締めましょう。マイク・ジェームズのその情報を調べた後、本当に今日はスタミナテストでしたよ。うん、ちょっとスタミナ消費したよ。うん、まあ話長くならないように一言だけ言いたいけど、はい、IT に興味示してると、俺もう IT 本当どっかのチーム入ってほしいんだけど、個人的にはね。はい、でもあのウェンディとかも言ってたけど、レブロン IT とのプレー嫌いすぎて飛ばしたやん、クリーブランド。キャブスでね、うん、一生懸命なんかもうあのゲームウィナーかなんか打ったあの IT なんかもう思いっきりハグしてしがみついてんの、なんかもう震い落としてどうやったことあったじゃん、なんかそれなのに、なのになんでまた呼ぼうとしてんのみたいな、ちょっと謎やね、本当に。謎ですね。まあどうなるかちょっとその辺も見つつ、もう来週本当もうマジで本当なんノーニュースの話題なしとかになったらもう本当休暇、俺たち。まあ、休暇の可能性も、休暇の可能性ありますよね。ありますね。あとはなんかもう途中でゴルフの話し始める。最近民のさ、ゴルフ率どんぐらいなんだろうね。俺らどんぐらいなんだろう。まあまあゴルフの話してるじゃん。みんななんかどうでもいい感じなのかな。やっぱゴルフ率知りたいね。ちょっと教えてほしいですね。知りたいね。ゴルフハマってる人の最近民ゴルフ部。最近民ゴルフ部いけるな。いけるかもね。最近見ゴルフコンペいけるな、これいける。ただ高いんでしょ日本って。まあアメリカに比べたらね。いや日本でやるときは Bro It's on me man。 日本でやるときはそらそうっすよ。さすがっすね。そらそうよ。もうもう弟のようにもう俺はもう一緒にやって嬉しいんだからさ、そりゃもうゴルフ一緒にやってくれたらもう全部俺がもうケアしますよ。そこさすが再建民の再建会のタージタージ。ちょっと待って、タージミニマム続いてんすけど大丈夫っすか。若手みんなずっと、あ、タージちょっと増えたんだよね。増えたんすよ。ちょっと増えた、ね、増えたんすよ、うん、退職金2年10ミリオン退職金の先にもらうやつ、アーリーパッケージじゃない。大丈夫。ウィンクウィンクですかね。いやまあそれぐらいの仕事したからね去年は、うん、いやもうタージはもう本当にライファーでいてほしいね、本当に。うん、うんだし、そのまんまアシスタントコーチ入ってほしい。うん。うんですね、か、ハズレムみたいに、マジでずっともらい続けてほしい。Keep getting them checks! Yo, man. すごいよ、ハズレム。Keep getting them checks! ヒートだって、レギュなんて、2way 契約除いて、うん、14枠ですからね。うん、あ、そうか。彼と。14枠よ。すごくない？その優勝争いを絶対諦めない中で彼らにあの枠を17年だっけ。そう、まあまあその全盛期の時は もちろん戦力としてもバッチリだったけど、その今年とかね、すごいよね。うん、すごいよ、うん、そのリスペクトはすごいと思う。いいフランチャイズだわやっぱ、うん、ね。だニックスもタージーでそれやろう。やりたい。うんうんうん、そういきましょう。幕上げますよ、うん、引退したいって本人が言うまで。そうね、
でもニックスで終わりたいとは言ってるよね、ちょろちょろ。まあ、うん、That would make sense、うん、そう、もう地元だしね、うん、そうそう、 OK、 じゃあ、okay. 今日はゴルフの話題で締めたということでここまでにしましょう。ちょっと待ってね、ソーリクタイティングさんを探しつつ、今マイク・ジェームズの B ボールレフレンスチェックしたら、うんうん、チーム量半端ないわ毎年変わってるよ、ほぼ全部。マイアミ、ボストン、デトロイト、ミルウォーキー、ヒューストン、トロント、ミネソタ、ヒューストン、ホーネッツ、ワシントン、シカゴ、ダラス、シカゴ。よおめえ、サンズ行ってねえじゃん。サンズ行ってねえ。なんだって。誰のこと思ってたんですか。誰のこと思ってたんだよ。いや、トロントですごい活躍したから、うん、トロントのイメージ大きかったんですけど、1年だけだったんだね。あ、そうなんだ。でもすごいな、生き方。生き方すげえな、ね。オリジナルイッシュスミスですね。ジム・ジャクソン。すごいわ。何回、もう不死身だね、うん。うん。今シーズンもだからどっか行ってほしいわ、逆に。あ、でも違う方だ。いやだからこんがらがっちゃってんね。同一人物じゃないんすよ。違うね。呼び方変えてくんねえかな、本当に。はい。OK。今日はここまで。ありがとうございました。ありがとうございました。